今回は神回ですよ。多くの人が軽視しがちだけど、すごく重要なんですよ。英単語だけじゃなくて、すべてに通じることですね。はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、英単語記憶術についてお話していこうと思います。今回は神回ですよ。今、東大医学部に通ってるんですけど、医学的な観点から、英単語を無限に吸収できる方法を話していこうかなと思います。それをね、4つのステップに分けてお話していきます。この4つのステップを守ってもらうだけで、英単語をすごく覚えられるようになりますし、何よりね、英単語を使えるようになる。自分の会話だったりの中でもそうですし、ライティングでもそうですし、あとリスニング、聞き取れたり、文章の中で読めたりっていう、そういった使える英単語っていうものをたくさん増やしていく方法なので、しっかりと4つとも押さえて学んでもらえたらいいかなと思います。でですね、ちょっと僕の話しますと、センター英語とか、もちろんライティング、リスニング込みで満点で、東大の試験の本番は、だいたい8割ぐらいかなの点数取って、英検1級も持ってます。で、そんな僕が、一番英語で大事だなって思ってるのが単語ですね。結局は単語力が最終的なその合否を分けるところだと思うので、本当にね、使える英単語をいかに増やしていくか、これが一番重要ですね。ということでね、早速その4ステップについて紹介していこうと思います。その4ステップがこちら。1、アウトプットの回数を増やす。2、派生内容を覚える。3、イメージを作る。4、しっかりと発音して覚える。それでは1のアウトプットの回数を増やすっていうことなんですけど、そもそも脳っていうものは基本的に忘れるようにできてるんですよ。っていうのも人間の脳ってたくさんの情報を受け取るわけじゃないですか、毎日毎日。だからその中で特に重要なものだけを残しておくっていうことで忘却機能がついてるんですね。その忘却機能がついてることによって本当に大事なものを残してくれるというわけなんですよ。ということは英単語とか覚えたいものを大事なものだというふうに認識させるっていうことがすごく重要になってくるんですね。一つとして何回もそのものに出会うということなんですね。そのことによって脳の回路がシナプスがより強固になってその単語を覚えられるわけですよ。つまりどういうことかというと、例えば1単語3分とかかけてうーんってやって1時間かけていくよりも10分さーっと目通すものを6回回した方が効率がいいんですよ。で、さらに言うとアウトプットするっていうことですね。要は人間の脳ってそれを使おうとした時に初めて、あ、このものっていうものは自分が使わないといけないんだな、大事なんだなっていうふうに認識させられるわけですね。だから単純にこう目の情報で何でもいいんですけど、例えば allow 許すっていうものがあったとして、それ allow 許す、うん、そうだねっていう風に確認していくんじゃなくて、ちゃんと許すを隠した上で allow、 うんと、なんだっけな、あ、許す、認めるだっていう、そういった風に確認していくと。要はアウトプットしてって確認してって、あ、違ったって思ったらちょっとチェックしてっていうのをひたすら繰り返していく。これがすごく重要なんですね。あとはその日に覚えたものは基本的に脳っていうのはどんどん忘れていってしまうんですよ。実は有名なエビングハウスの忘却曲線っていうものがあるんですね。それはエビングハウスさんが実験して脳がどれだけ記憶を気をまたぐことに残っていくかっていうものを実験したものなんですけど、そのエビングハウスさんによると、その翌日にはかなりの速度でその記憶が落ちていくと。です。2日後にはほとんど覚えてないというような研究があるんですね。それを1日後にちゃんと復習してあげることによって、そこからそのものの記憶率っていうものが、落ち方っていうものが一気に下がっていくと。要は緩やかになっていくんですね。忘れにくくなっていくと。で、それでまた1週間後ぐらいに復習することによって、どん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 それが半永久的に覚えていけるようになるわけなんですよ。この1のアウトプットの回数を増やすっていうもののポイントをまとめると、まずは1時間に1回とかいうよりは10分で6回っていうように回数を増やしてあげる。しかもその回数の中でちゃんとアウトプット隠して自分で思い出すっていう風にしてあげる。自分で使ってあげるってことですね。で、その上でちゃんと翌日も1週間後もしっかりと定期的に復習してあげる。これを絶対に守らないと英単語っていうものは忘れていくと。これがポイント1つ目でした。ではポイント2つ目は派生内容までしっかりと押さえると。派生内容っていうのは、例えば派生語ですよね。有名なものとしては consider ってあるじゃないですか。考えるっていうもの。その派生語に considerate と considerable っていうのがあって、 considerate は思いやりのある、 considerable はかなりのっていう意味になってくるんですけど、これ3つとも押さえたら、要は記憶量って単純に3倍になりますよね。3倍になったら大変なんじゃないのというふうに思う方もいると思うんですけど、違うんですよ。語彙力は3倍になっても、労力としては本当に 1.5 倍、なんならそんな 1.5 倍どころか同じぐらいで済むんですね。っていうのも人間の脳っていろんな
情報とのつながりがたくさんある方が、あ、これは核となる重要な知識なんだっていうことを認識するんですよ。だからこそ脳がそのものをちゃんと覚える、つまりむしろそのアウトプットの回数を減らせるっていう意味では労力はむしろ減るかもしれない。その3個の単語を覚えてるのにもかかわらず労力が減るっていうことがあるんですよ。だから合わせて覚えてあげると引き出しが増えるわけですよね。Considerate ってなんだっけな、あ、そういえば Considerate とか Considerable とかあるやつだったな。で、Considerate っていうのは なんか思いやりのあるってなれば、あ、ちゃんと考えられる人ってことで思いやりがあるで考えだったな Considerate。 そんな感じでその情報を引き出すためのそのツールが増えるわけだから、まず脳として重要だって認識してる上に、それのものが思い出せなかったとしてもその周辺からしっかりと思い出せるようになるっていう意味ではすごくね有効な記憶法だと思います。で、それ派生語の話もしたんですけど、あとはコロケーションとして覚える。コロケーションっていうのはその後の前置詞とかも込みで覚えるっていう感じですね。例えば decide っていう単語あるじゃないですか。 decide to do っていう、その decide to do で何々する決心をする、何々しようと思うっていう風な意味になるんだっていう、そのまとまりで覚えてあげると。そうすることによって、その decide to do っていう、その形の語感でまず覚えられる。要は、その decide っていう意味だけで単体で覚えるんじゃなくて、その周りの decide to do っていう流れで覚えられるっていうのが一つ。さらに、その形じゃないとそもそも使えないんですよね。何々しようと思うで decide っていう英単語を、じゃあ英作文に使おうと思った時に、decide to do っていう形が分かんなければ、そのものが使えないと。だからしっかりと使える英単語にするっていう意味でもすごく重要ですね。あとはもちろん、受験とかだったら文法問題とかでもしょっちゅう出ますよね。decide to do 以外にも、いろんな前置詞の穴埋めとか出ると思うので、そこも合わせて覚えてあげるとすごく有効です。ということで、二つ目の派生内容も覚えるっていうのは、なるべくたくさんの周辺知識を覚えることによって、そのコアとなる核となる部分をしっかりと頭の中の重要部分と認識させてあげると。それで派生語とコロケーションなどをしっかり覚えていこうという話でした。次に3つ目のポイントはイメージを作るっていうことですね。このイメージを作るっていうのは本当に使える英単語という意味ではすごく重要なんですよ。まず第一に英語の文章を読むスピードが非常に上がる。もう一つが英語のリスニングですごく重要になってくると。最近の流れとして英語のリスニングの重要性というのはすごく高まってますよね。例えばセンター試験が終わりまして、来年から共通テストになるんですが、センター試験は筆記テストが200点でリスニングテストが50点という割合だったんですけど、来年から1対1の割合になるわけですよ。だからリスニングの重要性が相当高まってきたというふうに言えるわけですね。で、それは他の検定とかでもリスニングっていうものが必ず含まれていて、かつその比重っていうのはかなり重いじゃないですか。だからそのリスニングっていうものは、まず何よりコミュニケーションするための基本としてリスニングってできなきゃダメじゃないですか。ということで、そのリスニングっていうものを意識した英単語を覚えていかなきゃいけないと。そのために必要なのがこのイメージを作るってことですね。まあそれどういうことかというと、要は英単語のイメージ、見た時のイメージをしっかりと作ってあげるってことなんですよ。例えばダーグって言われた時に、うん、犬だなっていうふうに思うわけじゃないですか。で、その時にダーグ、矢印、犬っていうふうに日本語に変換した後に犬をイメージしてるという人は多分いないんですよ。もうダーグって言われた瞬間に犬が想像できると思うんですね。それがすごく重要。他の英単語でもしっかりとそれを作ってあげることによって、文章を読む時にその単語っていうものを日本語を返さずにちゃんと英単語のまま理解するということが必要なわけですね。で、その時に大体英単語帳ってたくさん意味書いてあるじゃないですか。でもたくさん意味書いてあるのもぶっちゃけもう一つのコアなイメージを持ってるものだけで十分なんですよ。例えばなんですけど、さっき言った allow ってあるじゃないですか。大体単語帳って許す、認めるとかずらーって書いてあるんですよ。でも結局 allow っていうのはいいよっていう風に認めるみたいなイメージさえあれば、もう許すとか認めるとかもう文脈見ればもう明らかなんですね。そういういいよみたいな感じのイメージがあればもうそれで十分だ。あとはその文脈に応じて、あ、これはこういう感じのニュアンスで使ってんだなっていうところを類推できるわけですよね。だからしっかりとイメージを作ってあげる。で、イメージを作ると日本語を返さなくてよくなるから、リスニングとかでも使える。リスニングっていうのはバーッと英語が流れてくるわけじゃないですか。いちいちこれはこういう意味だなっていう風に和訳してそれを介在するとまずねついていけないと。結局あの英語のスピードについていくためにはしっかりと英語を英語のままでイメージに持っていけるっていう能力が必要なので、イメージを作んなきゃいけないわけですね。そういう風に考えると品詞とかもねあんま覚えなくていいんですよ。例えばクエスチョンってあるじゃないですか。有名なものってクエスチョンっていうのは質問ですよね。基本的に名詞で考えるんですけど、まあ、品質、入詞では品質なのとして、
疑問を投げかけるっていう動詞にもなるんですね。で、それっていうのは結局クエスチョンっていうものがなんか質問っていうイメージがあれば、あとは別に動詞があるんだって、まあ、知ってるに越したことはないかもしれないですけど、文脈判断ですね。てか、なんなら品詞っていうのは文章があった時にこの場所にあったらもう動詞しかありえないっていうことですよね。まあ、例えば I question your honesty っていう文章があるとするじゃないですか。そうしたらそのクエスチョンっていうのは I の後にあって your honesty の前にあるっていうことを考えると、どう考えても動詞じゃないですか。だから動詞、疑問っぽいやつの動詞の意味って言ったら、あ、疑問を呈してるんだなっていうことがわかるわけですよ。こんな感じで結局は品詞っていうものも覚えなくてコアとなるイメージがあって、あとはなんとなくこれが形容詞っぽいなっていうイメージさえ持っておけば、あとはその場その場で臨機応変に対応すると。そうじゃないとね、やってらんないんですね。一単語一単語を無限に覚えることがあったら、莫大な量の単語を覚えるっていうのは無理になってくる。だからまずはコアとなるイメージを覚えていく。その後で演習していく中で、あ、これは知っといた方がいいなっていうものがあったら、その都度その都度そこに追加で埋め込んでいくっていう作業をすることが必要ですね。だから初めから全部の情報を覚えようとするんじゃなくて、本当にコアなものをちゃんとイメージできて、リスニングとかに対応できるようなイメージを持っておく。で、そこからさらなる派生なる知識はその都度その都度埋めていくっていう風にしていくといいと思います。ということで、ポイント3つ目はイメージを作るでした。最後の4つ目のポイントはしっかりと発音して覚えるですね。この4つ目のポイントは多くの人が軽視しがちだけど、すごく重要なんですよ。何が重要かって、これリスニングとかですごく重要になってくるんですね。発音アクセントの問題とか、もちろん入試とかに出たりするんですけど、何よりリスニングですごく重要なんですね。どういうことかというと、人間って自分が発音できるものしか聞き取れないんですよ。例えば会話があって What's this? It's kind of an animal っていう風になったとして、まあ聞き取れる方は多分聞き取れると思うんですけど、 It's kind of an animal の部分、ん?何言ってんだってなるかもしれないですね。それは何でかというと、正しくは It's a kind of animal っていう風に言ってるんですけど、文章の中で言うと It's kind of an animal A kind of っていう風に D が発音しないし、でそれが of とくっついて kind of になるし、みたいな、そういう感じなんですね。だからそれを自分で発音しないと聞き取れないわけですね。だからその難しい単語とか出てきた時に、何でもいいんですけど、タイトルとか言われて、まあタイトルですね、タイトル、日本語でタイトルって言ってるからタイトルっていう風に、うん、タイトルとか、まあ発音スペル TITLE だからティトルとか読んでたら、もうタイトルって言われた時聞き取れないわけですよね。あれ?タートル?タートル?ん?カメ?みたいな感じになるわけですよ。しっかりとタートルとタイトルの発音を自分で仕分けられるようにしなきゃいけない。で、これ結構難しいと思うんですけど、ちゃんとね、リスニング、その音声を聞きながらしっかりと真似してみるっていうね、その努力をすることが重要ですね。もうそれっぽさって大事なんですよ。It's a kind of animal みたいな、ちょっと、まあ、発音悪かったとしても全然関係ないと。とにかくそれっぽくしっかりと発音するっていうことが重要ですね。で、その発音っていう意味では、絶対単語帳に発音記号あるじゃないですか。あの発音記号はね、ちゃんと読めるようにした方がいいですね。よほどのネイティブでもない限り、発音記号を読めるようにした上で、発音記号を見ながら、あ、ここにアクセントがあって、こうやって発音するんだっていうことを押さえていくと。そういう必要はありますね。本当に日本語発音のままだと、自分がそういう発音の単語なんだっていうふうに思い込んじゃうので、結果的にリスニングで本場のね、英語が入ってきた時に理解できないわけですよ。っていうのは困ってるので、しっかりと、まあ地道な作業になると思うんですけど、発音アクセントの、その発音記号をしっかりと見ながら、自分の中でこういうふうに発音するんだっていうのを口に出して言えるようにしていく。ということで、4つ目のポイントは、しっかりと発音して覚えるでした。4つのポイント。1がアウトプットの回数を増やす。2が派生内容も覚える。3がイメージを作る。で、4がしっかりと発音して覚えると。その4つに分けてお話してきたんですけど、最後に伝えたいのが、もう回数をしっかりとこなすと。人間っていうものはもう忘れてしまうもんなんで、それはもう諦めた上で、しっかりと正しい勉強方法を通して、何回も何回も英単語を復習してあげるってことが重要ですね。もう人間忘れてしまうもんだって受け入れること。これが本当に最後に伝えたいことで、英単語だけじゃなくて全てに通じることですね。とにかくね、最終的には使える英単語の数が英語の能力っていうものを大きく変えていくので、ぜひね、今回話した4つのステップをしっかりと守ってもらって、勉強に取り組んでもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、ためになったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。